出番の少ない楽器はございませんか大久保管楽器店では皆様からの買取をお待ちしております高く買わせていただきますしてます、私がこんにちは、大久保管楽器店菊池ですこんにちは、菊池さんは管楽器リペアの菊池さんはい。今日はどうしました今日は私が商品紹介をしたいと思います商品紹介はい。あれ今までなかったじゃないですかはい、リペアの菊池が 商品紹介以前リペアの竹内さんがバリトンサックスの商品紹介されてたじゃないですかああやりましたねソートベルトのバリ作ねそうですそうですあれはあの彼女がバリトンサックスの奏者だからバリトンの商品紹介をそうだねと言やってますねというか普段増えてるからねプレイヤーとしての意見も出るよっていうのでねそうですねというわけで今回私トロンボーンの窮地がトロンボーン奏者なのでトロンボーン奏者なんでトロンボーン奏者ですねあなたね トロンボンのご紹介をしたいと思います。ちょっと簡単。トロンボンのご紹介を。トロンボンの商品紹介ですか。トロンボンの商品紹介。トロンボンのケースそうです。僕トロンボンなんで。あ、そうですね。はい。いつもトロンボンのケース見してくれないからね、はい。トランペットばっかりでね。出らしてくるんですよね。はい。今日はトロンボン紹介してやるぞと。してやります。はいはいはい。まあこれあの普通のトロンボンじゃないですか。普通のトロンボン。はい。これまだ普通のトロンボン。そうですね。スライドが付いてる普通のトロンボンです。 はい、普通のトロンボンを紹介して面白いかということなんで。あ、なるほど。普通じゃないトロンボンをご紹介したいと思います。今日持ってきたのは普通じゃないトロンボン。はい。というわけで。いいよいしょ。こちらです。はい。はい。なんか違いますよね。おなんか <laughs> み短い。<laughs> 短いっすよ。これあのバルブトロンボンって言います。バルブトロンボン。はい。はい,はいはい。何が違うのか。 まあ、はい、この音を変える機構ですよね。うん、普通のトロンボーンは、まあ、先ほど見せたんですけど、スライドを動かして、音程を変えます。バルブトロンボーンは、トランペット、あの、ユーフォーなどと同じように。バルブを、これですね、ピストンを操作して、音を変えます。なるほど。はい、バルブだね。バルブです。ああ、そういうのあるんですね。こういうのもあるんです。はい,は,いはい、はい、はい。すごいね、バルブトロンボーンか。 そうなんです。スライドじゃない。はい。これはどういうバルブトンボってどういうものなんですか。もともとトロンボーンがまあ世に出てきたのがだいたいあの十五六世紀ぐらい。まあその時はンン楽器がね。はい。はい、その時はもうこういった形あのスライドサックバットって呼ばれてたんですけど、バルブこの機構がえっと復旧したのがだいたい十九世紀。うん あ、でもちょっと前なんですね。で、その頃に、まあ、バルブトロンボンというのもできて。あの、その頃は結構普及してました。はい、こんなのが出たぞみたいな感じでね。はい、はい、はい、はい。そうですね。今、あの、十九世紀頃、バルブトロンボンって普及してたんですけど。まあ、今では、ちょっとあの、製造してるメーカーもだな減ってきて、少なくなってきて。今、ここにある代表的なメーカー、キング。あ、これキング。はい。 ですとかあとヤマハさんとかバックとかもバルブトロンボンは製造してましたああなるほどね大手も通ってきた道というかそうです製造自体少なくなってきてるんですが今でも使われてるプレイヤーさんはおります根強い人気がねそうなんですなんで今でも使われてるプレイヤーさんが多いかというとこのバルブバルブこれって例えばジャズとか 速いパッセージが必要な時とかによく使われるですねスライドってやっぱり速い動きって苦手じゃないですか腕の技のでそうですねその段階がね刻みづらいしストロークもあるしそれ大変でですすねい動きはそそうなんれがもうここで音変えれるんで速いパッセージが本当にタカタカタカッとパラパラッと。 パラパッと、はい、そういったのが必要な方っあ、なるほどね。でも結構じゃあそういう場面あるんじゃないですか？そうですね。うんうん、あの、現代の曲って結構早いは,いはい、早いですね。はい。<laughs> 早、うん、い音数が多いとかあったりするので、うん、そういった方にすごいよく使われてます。意外とこう目を凝らしてると、はい、あバルブだみたいなことも多い。はい、意外といらっしゃる。ああそうなんですね、はい。これでもサウンドってどうなんですか。サウンド実はねあのほとんど変わりはないんです。あ本当。はい。音自体には。音自体には変わりはないです。バルブでも、はい、スライドでも。 そんなに変わらないほん当にあの違いがあるのがその音のつながり方ああなるほどねつながり方を見ればねそうなんです特徴は出ますねでもそのパンとこうじゃあターン音伸ばしている分には気になるような違いはないですへえあしたらまあね導入するプレイヤーさんが多いのもなと思うんですよね本当に使う場面によってスライドですとかピストンに交換する変えるっていうだけですねこののピストン運 なんですけどトランペット UFO と違いがないので持ち替えする時とかも同じ意味でできるので結構便利だったりしますただ通常のトロンボーンをメインでやってきた方は牛を勉強する必要があるのでスライドのトロンボーン一筋の人からしたらねバルブ覚えなきゃそうなんですちなみに私はスライド一本だったので吹けません覚えてはいますよ あでもそんなあの,なのハイパセイじゃ無理です。あ,あまあそこまでいってない。はい。あのね、でもトランペットとか普段あのちょっと触ることもあるよっていう方からしたら、はい。はい、そこは違和感なくいけると思います。違和感なくいけると思います。あそれはいいですね。はい。はい、えー、じゃあ結構こう幅広いジャンルとか幅広い管楽器をたしなむプレイヤーさんには採用されやすそうですね。はい。はい そういう方にぜひ試していただきたいですね先ほどもお話ししたように製造しているメーカーさん少なくなってきて中古もあまり出回ってないそうですね生産数が少なければねそうなんですもう本当に当店に入ってきたのも本当に久しぶり久々ですプレーヤーさんはいるんだもんねプレーヤーさんは探してる方はいるもんねはいなのでおそらく争奪戦になると思いますななななななかかかかか出出いいらねで はい、なので、気になった方は、ぜひ、あの、当店にお問い合わせいただければと。と、はい、これも、試せる。はい。試せます。これも、お店の方で試せると。はい。ってことは、これは、菊地さん、整備は。してます。<laughs> これ誰、誰が <laughs>。あ私が。<laughs> <laughs> は,いは,いはい。はい、分からいましたので、ぜひぜひ、お試しいただければと思います。はい、はい。これは、お問い合わせいただいてますね。はい、の、菊地さんの、トロンボン紹介。はい。トロンボン紹介でした。はい,は,いはい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。 今は新大久保駅目の前、TC 垣の3階です。お気軽にお立ち寄りください。